皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、世界第2位の経済大国が発展途上国でございます。では参ります。まずは人民日報の記事、こちらでございます。はい、中国の WTO での発展途上国待遇を問題する声に、商務部がコメントという記事でございます。内容を見て参りましょう。えー、英国、イギリスの国際貿易省がこのほどということで、 中国が依然として発展途上国と認定され、世界貿易機関 WTO ですね、これは。WTO で特別待遇を受けているのは正しくないということを言ったということでございます。で、これはですね、以前から、まあ先進国からはつつかれているところであるんですが、どんな主要なことを言うのかなと思いきや、商務部がですね、すでに繰り返し表明しているように中国は責任がある 発展途上の大国として、権利と義務の均衡原則に基づき WTO ですね、これも WTO において自らの能力と見合った貢献をすることを望んでいると言ったということでございます。はい、自らの能力と見合った貢献をすることを望んでいるんであれば、あこの特別待遇ですね。 え、放棄してもらいたいなと思うわけでございますし、えー、発展途上の大国というですね、もう意味のわからん単語を使っているという時点でですね、もう怪しさ満点ということでございます。えー、WTO ですね、WTO。えー、現在加盟国164カ国ございますが、うち4分の3かな ?4 分の3が開発途上とか発展途上とかって言われるような途上国ということになります。 で、中国が別に発展途上国と言われてようが、開発途上国と言われてようが、それはまあ一向に構わない。自分たちはそう言おう,うが構わないんですが、こと、WTO の中での位置づけが、この途上国という位置づけになりますと、155に及ぶ、 特権が与えられております。特別待遇というのが与えられている。つまり、我々日本やアメリカにはない交渉カードといいますが、特権が155もあるということになります、えー。例えば、中国ではインターネットや SNS といった情報を扱うようなテクノロジー産業に関しては一切商売ができません。えー、これは貿易の行う上でのお 不公平になりますので公平性を欠きますので本来ダメなんですけれども途上国というのを盾にとってこういうことをやっているということになりますあとですね輸出補助金というのがありますね輸出をする際に相手国やライバル国に優位性を保つために国のお金を入れるというのは基本的には NG なんですよダメなんですけれども これも途上国だということで、えー、まあ、国営企業を主にですけれども、お金ジャブジャブ入れてですね、国がその企業を助けて、えー、公正に競争をしている他の国の企業にですね、え、打撃を与えるというようなことも長年にわたってやってまいりました。で、これに対してですね、もうちょっとおかしくないかということを突きつけたのが、やはりアメリカということでございますが、えー、トランプ政権ですね、やはりですね、ほんとトランプさんですね、 あの安全保障上、本当にいい政策をいっぱいやってくれてるんですけれども、えー、2019年2月ですね、WTO の一般理事会というところで,ですね、えー、決議案をアメリカが提出してくれております。で、これは何かと言いますと、この登場国というのをですね、えー、卒業する基準を作りましょうという提案をしたんですね。でなぜかといえば、えー 国がですね、どの国が途上国でどの国が先進国かというのはです、ね、なんと WTO に加盟するときの自己申告になります自分たちの自己申告で決められてしまうんですね基準がないんですよさらに言うと卒業する基準もないので、えー、発展途上国やめます先進国になりますってその国が言わない限りずっと恩恵を得続けるということになります ちなみにこの恩恵のことを S&D、特別かつ異なる待遇という言い方をします。特別かつ異なる待遇ですね。これが155もあるということでございます。ちなみに、1955年 WTO ができてから、途上国を辞めますと言って先進国入りした国は一つもありません。 一つもないです。WTO ができてからですね。一つ待って日本は途上国から先進国になりますって言った勇気ある国の一つなんですけれども、WTO ができるもっと前です。もっともっと前に、えー、自己申告でなりました。で、えー、今回ですね、昨年ぐらいかな、韓国が発展途上国をやめますというような報道が、えー、大手メディアさんから出ましたけれども、やめてませんので、WTO の中で韓国はいまだに途上国です。後ほどちょっとご説明しますけれども。 はい。でですね、アメリカがこの時にトランプ政権で,ですね、こういった提案を WTO にしました。これ非常に建設的な提案をしたんですが、やはり途上国の方が数が多いので、大反発にあって、まだこれは成し遂げられてはいません。で、さらに言うと、トランプ政権憎しのメディアが、アメリカのトランプ政権がまた保護主義で力技をやっているといったような、まあ報道もしました。 ところがですね、具体的に内容を見てみると、めちゃめちゃ優れたことを言っています。非常に建設的なことを言っているで。ちょっとご説明しますけれども、アメリカが提案した、この途上国からの卒業基準というのが4つあります。 一つ目が OECD ですね。経済協力開発機構。OECD に加盟しているところは卒業しましょう。二番目がですね、G20 メンバーのところは卒業しましょう。これは主要、あの、主要国首脳会議。G7 ってあるじゃないですか。G7 プラス、EU プラス、ロシアプラス、えー、他のお主要国になりますね。えー、新興国とか。これが11カ国で、全部で20カ国あるんですけども、これを G20 と言いますが、G20 に入っているところは、 卒業しましょう。で、えー、次があ、世銀のですね、高所得国というのがあるんですけども、あの、中所得国とか低所得国とか、一人当たりの GNP というのを算出して、国を振り分けてるんですが、これの一番上の高所得国であるんであれば、もはや卒業してくださいということですね。で、世界貿易シェアが0.5%以上の国、これも卒業しましょうということで、基準を設けたわけです。で、しかもですね、 猛反発にあいまして、この後この基準をさらに緩和しております。3の世界銀行のいう高所得国という基準と世界貿易シェアの0.5%以上に関しては、3年連続でこの基準を超えてしまった場合には、達成してしまった場合にはもう卒業してくださいということで、譲歩もしてるわけですね。でもこれがまあ、反発によって決まらなかったということになります。 ちなみにこの4つの基準を設けたときに中国はどこに該当するのかと言いますと1は OECD 中国入ってませんのでこれは該当しません G20 はその他の新興国の11カ国の中に中国入っておりますので該当しますで4、3か3はちょっとあの次に回しましょうかひとまずその先に前に4行きましょう4世界貿易シェア0.5%以上中国は世界貿易シェア11%ぐらいあると思いますので余裕で 超えております。で、3のですね、世銀の高所得国というのなんですけれども、一応中国が発表しているところによりますと、一応ですね、高所得国にはギリギリ入ってません。えー、高所得国の1個下、高中位所得国。まあ、中の上だっていうことですね。高中位所得国というのに入っておりまして、 で、ここが4046ドルから12,535ドルということになりますが、中国はですね、1400ドルぐらいだったかなぐらいだったと思います。でも、他の国とか他の研究施設とかですね、そういうところが出してるなど、と、1万も4000ドルぐらいあるんじゃないかとか、いろんなうあの、ネットで聞くと出てくるんですよ。実質的に超えてる可能性もあるけれども、中国としてはもう断じて超えてないということで、ギリギリ超えてないラインで、まだこの、待遇をですね、 えー、にケチがつけられないように防衛線を張っているというふうに思いますしかしながらアメリカの提示した基準の中で、えー、2つも実は中国が超えてしまっているんですね、えー、なので、えー、中国としてはですね本来であればもう大遇なんか受けちゃダメだよっていう国に思いっきり該当しているということになりますさらにですねトランプ政権はここからですね反対にあっても努力を重ねていきます えー、自分たちとですね、話し合いができる国と個別に話をしていきまして、えー、もうこのお特別待遇ですね、えー、途上国の特別待遇を放棄する国というのが出てきました。でそれがですね、4つあります、えー。1つ目がですね、ブラジル、台湾、シンガポール、うー最後に韓国ということですね。この4つの国があ放棄しました。しかしながら、 えー、放棄したといってもですね、特別待遇ですね、特別待遇、途上国としてのこの特別待遇を、特別かつ異なる待遇か、これを放棄するということを宣言したのであって、えー、途上国という地位そのものを先進国に変えますということは、この4カ国はどこもしてないです。えー、途上国のままということになります。これもですね、実はアメリカの配慮、トランプ政権の配慮というのがありまして、 えー、途上国を無理くりですね、この基準に合わせて先進国だっていうふうに宣言してくれっていうことをしてしまうと、その国々の事情があるじゃないですか。えー、例えば、えー、所得差の激しいですね、格差の激しい社会で、えー、これを内部に向かってですね、もう自分たちは、 先進国だ、になりますって言ったら、俺の暮らしは全然先進国の暮らしじゃないよということで、国内で暴動が起こったりとか、その政権に対してですね、転覆の圧力がかかってしまったりとか、国内問題に火の粉がいってしまうというところまで気を使って、途上国っていうのを別に無理に変えなくていいよと、無理に変えなくてはいい、変えなくてもいいけれども、この、 えー、変な特別待遇に関しては放棄をするという立ち位置を取ってくれというところまで譲歩をしているということになります。で、さらにまあ言うとですねあの、途上国という立ち位置を残してあげたのは結局、貿易なんで2国間の話し合いになるじゃないですか。 で、その時に特別待遇というのは放棄をしているので、強くですね、要求することはできないし、えー、相手国が反対した場合に裁判に持ち込んで勝つという見込みもなくなるんですけれども、途上国という地位を残しておくと、うちはまだ途上国としてこういう苦しいところがあるから、えー、こういうところはですね、あの、ちょっとうちにアドバンテージくださいよっていう、 交渉の大元になる基準になるということで、ね、その基準は残しておいて、貿易なんで確一的には無理だから、えー、そういう基準まで、あの、取ってしまうというような極端な話ではないですよ、ということで、この話を進めていっていたということで、めちゃめちゃ合理的なことをしているということになりますね。当然中国は大反発をしておりまして、まだにイギリスの言ったことに対してもですね、イケシャーシャーと、えー 発展途上の大国だっていうわけのわかんないロジックを使っているということになります。えさらに言うとですね、中国は発展途上の国で155の恩恵を受けているにもかかわらず、世界の金融機関から発展途上国だからということで優遇を受けつつお金を借りて、それを一対一路という形で世界中のさらに貧しい発展途上国にですね、お金をばらまいて氷貸しをしているということになります。 で、今回もですね、あの別のニュースでちょっとこういうニここを掘り下げませんけれども、このニュースが出ました。SDR の引き出し枠をあの拡大するということですね。コロナのパンデミックがあるので、えー、貧しい国がですね、ワクチンがなかなか打てなかったりとかですね、経済的に疲弊してしまっているので、この SDR の枠を 増やしましょうという議論が国際的にあるわけです。で、麻生さんがここにズバリと切り込んでいって、いや、でもこれ中国のこう借金返済に回されたら溜まったもんじゃないじゃんっていうことを言ったということなんですが、SDR というのはですね、IMF、国際通貨基金ですね、IMF から、あの、何ん,んですかね、その加盟国に発行されている、えー、なんていうの、クレジットカードみたいなものですね、お金に換える券みたいなものが各国に発行されてるんですよ。 でそれを例えば、ちょっとまあお金がピンチだから IMF にこの件使ってドル貸してくれっていうことをすると IMF が仲介人になってドルが余っている国にですねちょっと貸してあげてっていうことをやるわけですでそうするとこの SDI の仕組みの中ではですね IMF からこの SDI を使って貸してあげてっていうものが出るとそれは義務になりますので基本的には名指しされたら貸してあげなきゃいけないんですね。 貸さなかったら罰則になりますけれども、というようなものなんですよ。で、そこまでして発展途上国にお金を融通してあげても、中国が一対一路で、えー、お金を貸してる、氷貸ししてるときにですね、特別っていうかその隠し条項みたいなのを入れてるわけですよで。どういう条項かというと、お金が返す余裕ができたとき、 中国の国営の銀行を最優先して返済をしなければいけないっていう隠し条項があったんですね。ということで、それを盾に中国というのは取り立てまくってるわけです。で、それも債務の罠の一つというふうに言われておりますけれども、SDR 拡充してもそういうことが起こるんじゃないかということが言われていて、それを懸念した麻生さんがこういう発言をしたということなんですが、こんなことができる国がなんで、えー、途上国なんだと、 いう話になるということでございます。で、もっと言うなら、もっと言うんであれば、中国って核開発国じゃないですか。核保有国じゃないですか。核を作って維持する余裕がある国が、途上国だとか言ってんじゃねえっていう話になるわけですね。もう核開発するのも、維持するのもやめて、人民に金配ったらもう先進国になれるでしょって、そこまでもう一人当たりの GNP 高いでしょっていう話でございまして、 えー、人民からですね、搾取をして途上国をキープしているように見えるというところでございまして、もうこれはですね、発展途上国というよりも、派遣を目指す派遣途上国でしかないということで、重きですね、今後も警戒して中国を見ていかなければいけないんじゃないかというふうに思いました。本日の内容は以上になります。ご視聴ありがとうございました。